さあ、旅しますか。お帰りなさいね。我が才を見よ。バンダイの喝采を聞け。インペリウムの誉れをここに。女の話をしよう。愛を守るとき、女は女神と等しくなる。お前の体が目当てだ、と男は笑った。まるで獣ね、と女は言った。お前の心は俺のものだ、と男は笑った。ええ、その通りよ、と女は言った。助けてくれ、と男は言った。けだものではまだ足りない、と女は笑った。愛しているのに、と男は言った。ええ、その通りよ、と女は笑った。男女はベールの向こうで一つになる。癒着する肌のように、熱に溶ける氷のように。溺愛を具現する女は笑う。すべてを支配してこそ、真実の愛足り得るのだと。年貢の納め時だな、メルトリリス。ここまでの非道の数々、その首で贖う時だ。そう、そういうこと。結局は私も最後は自分の心に閉じこもるしかないってわけね。いいわ、ここは引いてあげる。この階層はあなたたちの好きにすればいい。でもそれも束の間の夢よ。私は誰にも邪魔されない場所で、また人間たちからレベルを吸い上げる。この私にふさわしい、満足のいくレベルを取り戻したら会いに来るわ。それまで仲間ごっこを続けるのね。
見たっだろ。これが一流ゲーマーのコープってやつさ。わかってるよ。体を構成する粒子が完全に消えるまで普通に話せるのがセラフのいいところだよね。数学はカットしてあったし、全然痛くないからどうってことないんだけどさ。リアルに体が消えていくのは気持ち悪くて吐きそうになる。もうその機能もないわけだけど。なんだよその顔、最後まで神器臭いやつだな。ああ、どうして僕がこんなことをしたのかわからない。そんなことで罪悪感いっぱいなわけ、お前。
まあさ、僕もさ、思い出しちゃったんだよね。本当の記憶ってやつ。聖杯戦争の話だよ。ムカつくけど、お前に負けたんだろう、僕。ムカついてるよ。今でもお前なんか嫌いだよ。でもさ、お前泣いたじゃん。2回戦か3回戦の頃にさ、僕のこと思い出して泣いてただろ。知ってるよ。あんなことでよかったんだ。聖杯戦争で優勝するなんて記録は残せなかったけど、それぐらいは残ったんだなって。なんだろうね。死んじゃうと安っぽいヒューマニズムに騙されちゃうくらいバカになるみたいだ。なんかあれさ、少し嬉しかったんだ。だからお前がここで消えたら、誰も僕のために泣かないじゃん。そう思ったら仕方ないなって。
本当に怖くて嫌だったけど、よく考えたらリアルな初めての友達だったし、本当に僕は死にたくなんてなかったけど、みんなそうだったんだよな。ちくしょう、そうだよ、どうせ僕は表に戻れば消えるんだし、元からゼロだったんだ。それなら何か、すごい記録じゃなくて、僕のために泣いてくれたやつが残ってくれるなら、お前がつまんないやつでも思い出す誰かを残さなくちゃって。だから お前には残っていて。シンジさんの生体反応、消滅しました。この裏側での記録も、サーバーからロスト。狩りを記憶しているのは、観測していた私たちだけとなります。参ったわ。ゲーマーも侮れない。一流のプライド、かっこよかったわよ、シンジ。
入り口の階段はまだ消えたままよ。奥にチェックポイント反応があるから、そこから一旦起動して。こっちは至急、メルトリリスの彫像にダイブする術式を組み上げるわ。早く戻ろう。要は華やかな湯あみがしたい。任せよ。一瞬に伏してくれる。怒るぞ。花火の邪魔をするでない。見ているがよ。期待に応えよう。ファクスカエレスキス。星よ星よ。この炎こそ我が情熱。世の独壇場だな。世の独壇場だな。ちょっと遅刻な。鈍いな。世の向こうに来るがいい。皇帝たるもの、美しく語る。宝はあるだけ欲しくなるもの。うむ、早速使うとしよう。無駄遣いもまたよしだ。
我が奏者の力、見るがよい。怒るぞ。ヤツの邪魔をするでない。世の出番だな。期待に応えよう。しばし試乗を語ろう。告白するぞ。世は奏者が大好きだ。ヌプティアへの鐘を鳴らせ。鈍いな。見事な采配だった。大事ないな、マスター。宝はあるだけ欲しくなるもの。猫さん、宝はあるだけ欲しくなるもの。根こそぎ持っていくぞ、奏者よ。だった。もはや敵なしだと思うが、どうか。つまらぬ。あれでは舞台が入るではないか。怒るぞ。花火の邪魔をするでない。うむ、任せよ。期待に応えよう。しばし試乗を語ろう。世は奏者が大好きだ。世の向こうに来るがいい。うむ、まだまだ励むがよい。